な大体ボクサーパンツじゃないですか、ハグロ。これなんと心霊番組についてちょっと話すと、あれは必ずやらせが入ってる。これはもう業界の暗黙のルールで、全部本物を出すともう取り憑かれてるみたいな感じでしたやん今。やばいでしょ今の。今のマジでやばかったな。だった。今日は綺麗一発で、一発でいいね。いやもうだいぶ仕上げてました、このために。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあもうあと大丈夫。いや俺ゾッタツまあまあいい方だからね。残しとかえないとやばいよ。 C3PO かも。いやこういうところから響いてくれる。そうなんですか。ここ選考基準に入れていいんですか。あもう始まってますから、カメラオンしたら。そしたらもう大輝いらないじゃん。なんでいるか、いるかってめえら、うるせえな。めっちゃ反抗的や。まあゾッタツですわ。はい、僕以外の2人じゃね、4人が1人2個ずつゾッとするような雑学を話してくれると。で、僕が独断と偏見で怖いものを決めると。今回もう自信ありますけどね、私は毎回言ってるから。大丈夫、もう世間はお前に期待してない。期待です。厳しくいかせていただきますので、表に出すようなレベルではないなってやつはもう排除します。はいはい、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、じゃあ誰からいきましょうか。我からいきましょうか。みんな大体ボクサーパンツじゃないですか、ハグロ。これなんと血が減るね。ちょっとええだね。ちょっとええやね。もう入り丸でしたね。ボクサーパンツがフィットするじゃん。フィットすると血の量を減らすっても科学的に証明されてて、健康的な血を作るのに自分の玉1度2度ぐらい下がってやっと健康的な血が作られるって言われてるんですけど、ボクサーパンツを履いてしまうと自分の体温と同じかそれ以上になっちゃうの。なんで、そう男性不妊になる確率がかなり上がるということで、毎日毎日ボクサーパンツ履いてるとそういうリスクが高くなると。ていう雑誌でございました。あ、そう。え？ふふってやる。いやいやいや。でも今日厳しくいくらしいから。俺正直な人だから。あ、まあそうですね。基本マンションアパートに備え付けの駐車場ってあるじゃないですか、この人たちにはこの話は関係ないです。ないんだ。ないんです。ちょっと離れた砂利の駐車場とか自分の家から見えない駐車場に止めてる人結構いると思うんですよ、これはちょっと実体験を交えて話します。ポスターみたいな貼り紙、車売りませんかってチラシがワイパーに挟まってることって見たことないですか。これが放置車とかが結構多くてマーキングとして貼られてるんですね。実際あった経験で話すと、自分の知り合いが離れた駐車場で車を止めてました。貼り紙がいつもされてるの。でもこれ売る気ないし、だいたい家にポスティングされてるチラシが挟まれてるの、ああはいはい、そうだからこれいらないっつって外すんだけど、3ヶ月に一遍また貼られてるの。さっき言ったマーキングっていうのは、この車ちゃんと持ち主が見てるかなっていうマーキングなので、ああなるほど。要は3ヶ月間誰も触ってないとこれ盗まれます。もっとなんか悪徳だなって思ったのが、この内容、本当にポスティングされてる内容と全く一緒なの。勝手に本当に存在する車売る会社の番号とかも全部書いてあるポスティングをわざわざ貼ってるの。自分らでどっかでも後ろに赤いペンとかでピッてやってて、それでこれは俺らのものだっていう印をつけてて、3ヶ月間これが外されてなかったら盗んじゃおうってことで、で、あの人たちはみんな自分で車のナンバー、偽のナンバー持ってるのね。これにすぐ変えて持ってっちゃいます。これが発見されないの。なんでかっていうと、まあまあナンバーも変えちゃうってもあんだけど、すぐ海外に売り飛ばした。車でどっか行っちゃいました。で、ナンバー言ってこれ探してください、もう取る段階でナンバー変えてるし、次の日とかにはもうすぐ売っちゃうから絶対見つかんない。自分の知り合い実際盗まれてもう一生帰ってきてません。盗まれてんだ。盗まれてます。なるほど。嫌な顔すんなよ。やべえんじゃねえのみたいな顔したないから。今からこうやって話聞きます。ダメです、ダメです、そういう顔するみんなに刺さるかもしれないけどさ、俺なんかあんまそういう止め方しないし。そうだ、使ってないのね。犬についての雑学なんだけど、パグっているじゃないですか。はい、かわいいね。パグの頭を叩くと目玉が落ちることがあります。比較的なんか目が大きい犬っていうのは常になんか眼球が目より飛び出てるんだよね、まあ、そんなイメージは強い。そんだけ今から喋りますけど。怒ってる。怖い。いや、だってなんかもう結論みたいな感じでしたから。そのなんか詳しい説明を今からしようかな。
でも多分いらないなと思って。なんでいらねえんだよ。だって言えると思っちゃったから、結果しちゃったからね、うん、もし落ちちゃったとしても、あの中に入れればとりあえず大丈夫。とりあえず入れて病院連れてくっていう、これが一番いいですね。まあ時間ないんで次行きましょうか。とりあえず腕組んどきゃ大丈夫。大丈夫かな、両サイドから。麻酔薬、手術とかで使われるものですね、はい、全身麻酔。これって実は日本が最初の発祥って皆さん知ってました？これなんかね、アメリカとかさ、そっちのイメージあると思うけど、実は日本が初めて作ったんだけど、うん、花岡清舟さんという結構江戸ぐらいの、もうほんと昔、その人が全身麻酔を発明したと。どうやって作ったかって話なんだけど、まあ、いわゆる今使ってる麻酔薬の原点よねっていうのは、自分の家族の命を犠牲にして作ってるんですよ。お母さんは残念ながらこの麻酔薬の研究によって亡くなってしまったんですよね。奥さんは命は取り留めたものの片目失明と、これが原点と。麻酔自体なんでかかってるか分かってないもん。そう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 、らしいね、うん、そうなんだ。そうだよ。まあ1周目は全然ボビンが刺さってないです。なるほど、まあ、そんな感じを見たら、まあ、そうでしょうね。先タボカリとこうか。あ、そうだね、そうしよう、うん、治安が悪い街の見分け方。今年引っ越しして不動産の人に聞いた話だから、うん、だいぶ信憑性あると思うんだけど、うん、治安が悪い街には塾がないらしいです。へえ。塾はその子供があの夜に帰ることが多いから。あ、そうだね、うん、だから治安が悪い町に塾があんま置いとけないから。うん、あと治安が悪い町っていうのはワンルームのマンションが多いらしい。ワンルーム一人暮らし男性っていうことで犯罪者の年齢と状況がマッチするから、だから治安悪い町にはワンルームマンションが多いらしいです。なるほどね。はい、そういうことです。あれ大丈夫ですか。大丈夫ではないですね。そう、だから対策してもいいなって思ってる。日本において現在行方不明者って言われるものですね、では今8万人いるんですよ。正直その8万人の大半を占めてるのは高齢者の認知症による徘徊しちゃったりとかっていうのが多くて、その次に実は1回があるんですよね。特に1回される割合が多いのって子供、今子供の話してるんだけど、大人も結構危なくて、これ実話なんだけど、ある女性の方が帰り道歩いてて急に叫び声が聞こえたんだけど、そのちょっと手前でスタンガンを落としたの。日本人とは思えない黒い服を着た人と黒いバンがやっと止まったんですよ。無事ちょっと逃げれたんだけど、そういう感じで子供だけじゃなくて大人も対象にされる。本当にどこで起きてもおかしくないと。じゃあ僕が一応取りに行きます。はい、皆さん絶対一回はあると思うんだけど、ちょっと待って、皆さん絶対に入るの毎回。これもうね、どの回もそうなのよ。絶対あるから。カットされてるんだよ。右にすごい、ずっと落ちてるやついるし。落ちてないでしょ。おお、いいよ。さっき出てった。おお、枠出てったね。厄介者扱いすなよ。いや、ほら、また違う。そういうことじゃないんだよ。でも、すごい。もういいじゃん。やめよ、その感じ。違う。もう、取り憑かれてるみたいな感じでしたやん、今。やばいでしょ、今の。今のマジでやばかったな。うわっ、怖っ。取り憑かれてるみたいな感じでしたやん、今。今クソでかかったぞ。どこら辺が。こっち。うん、この辺。でも絶対今の入ってる。ええー、だっていつもだったらほら進行の方が重心だってなって、うん、スルーするやん、うん、できない、まあ、マジで再現するよ、うん、音量まんまそのこのぐらいね、うん、これが聞こえてないもんね。そう、この喋ってないでこっちが。マジわかんない。マジマジ聞こえるだろう、そんなんだったら。そっち二人が聞こえてるはずだよね。いやいや、今のはもう無理よ。関西語はこの大きさじゃ初めてじゃない、うん、ってか普通に今までで初めてぐらいですけど、あ、そんなに今にそんな聞こえてないのこれが。ニキビって誰もが通る道だと思うんだけど、うん、まあ、その原因って大体まあ毛穴の詰まりだったりとか、うん、まあいろいろ理由はあるんだけど、理由の一つでヤバいものがあって、ニキビダニっていう虫がね、うん、人間の顔の油を食べて成長していく虫なんだよ。この虫排泄器官がないのよ。だから
どんどん腹に溜まってくの。それが食べて食べて爆発していなくなるっていう感じなんだけど、ちょっとこの画像見てもらっていいですか。画像系きた。聞こえない。絶対聞こえた顔だなと思ったけど今。今度は正義だけパターンですか。なんか甲高い女が。また。で一回は経験あると思うんだけど、白いの潰したことない。うん。あるよ、ね。まあもう察せると思うんだけど、その瞬間にさっき言ったニキビダニっていうのが潰した瞬間にピシャッと全部出てくるの、こいつが。あれが全部ダニ。あ、全部じゃないけど、それが出てくるの、こいつが。油と一緒に。そう、そう、あれと一緒にバーンってこうピシャッと出てくるの。次の日とかさ、その数日経ってさ、また増えたみたいな時ない。それはこいつが飛び散ってまた毛根に入ってくる。うん。それでまたその繰り返しだから、こいつを駆除することはまず不可能っていう話です。知らなかったわ。うん。ちょっとゾッとしましたか。まあちょっとはしました、ね。ありがとうございます。声で。びっくりしたわ。いやーもう俺今日これで、ね、超話したかった話。おもうなんか俺ゾッツ街で普通に話そうと思ってた話なんだけど。おお。夏といえば心霊じゃないですか。おお。心霊番組についてちょっと話すと。おお。あれは必ずやらせが入ってる。うん。これはもう業界の暗黙のルールで、全部本物を出すと制作者たちが不幸に見舞われるっていう事件があって、そっからもうタブーなの、もう全部本物使うのダメですよってなってるのね。うん、最初の事故が会社から帰ってて夜中運転してて急に意識が飛んで起きたらもうエアバッグに埋もれてた。これを皮切りにどん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 なんか事件が増えすぎてこれをやめたの。もう、うん、調べていくと取り憑かれた人の事件って大体車が絡んでるの。だからそれ見て俺らリボンあれじゃん、うん、今後俺らってどん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 ヤバくなる可能性があるの、うん、だから俺らはこれからちょっと気張った方がいいんじゃないかなっていうのを伝えたかったです。確かに俺の友達もいたんだよ。なんか心霊スポット行って白い背中見えたと。入ったのではすぐ出てもうなかったのって。で帰りにしようと。だから車がスタートです。あの取り憑かれる人とか呪われる人って何か連鎖してる感じがあったらガチガチのやつのお払い行きますか。はい、行きましょう。お払いはもう行ってますかね。まあまあ、行ってる、行ってる、お払いは行ってる。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、結構みんなカバーしてくれたんじゃないですか。そうですね。カバーとかも。ありがとうね。ああ。お礼を言うことしかできません。タボさんは犬の目が出るやつと治安が悪いやつの見分けです。はい。僕が麻酔薬と行方不明者の話ですね。ボクサーパンツとニキビ。車の張り紙と心霊番組に偽物を使った発端。今日正義の判明、あんまりよくわからない。そう、だから分かりづらいよね。もう一瞬や、あんまピンときてないのは分かってた。整いました。第何回ゾッと雑学する学業優勝は辰木さん。俺だったから今日僕に刺さってるやつあんまなかったんですけど、うん、その中で一番お客さんが見てて楽しめる内容を話したのが辰木だったから、うん、面白いのはターボは本当に辰木と同じテンションであった最初は。リプレイで使わないターボの言葉に嘘はないと思う。だから本気で優勝できると思って言ったの。ああ、面白い。そうだね、本気なのね。手抜いたりとかじゃなくて本気だったってこと。本気ですよ。そこはちゃんと分かってもらわないとね。少しでも面白かった方、怖かった方、ちゃんと登録しようお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。